日本岸2012年横浜港で日本岸は商船三井客船が運航する外交クルーズ客船である。内閣府が実施する青年国際交流事業世界青年の船と東南アジア青年の船でも使用されている。2代目日本岸に代わる客船として1990年に三菱重工業神戸造船所で建造された。 1990年3月に三菱重工業神戸造船所で浸水式が取り行われ、乗りのみや清古内親王による日本岸命名都市な切断が行われ、1990年9月27日に竣航した。1989年に就航した多目的客船富士丸をもとにクルーズ要素により力点を置き個人レジャークルーズにも対応できる。 仕様として、高快速力20ノットから12から13ノットの低速域まで経済的運行を考慮したものとした。皇室は、富士丸が乗り込み口レベルに水平配置する下方水平配置だったものを、元船は船尾よりの上下配置となるハイブリッド式を採用した。外観は、オーソドックスさを基調に、スピード感あふれる軽快さに力点が置かれている。 三陸沖太平洋フェリー基礎船場より日本岸に付属した初代のテンダーボートはかつて独自の名前が付けられていた。右舷側がアッサナギ、左舷側がユーナギである。このテンダーボートは日本のクルーズ客船では珍しく救命艇機能を有さないものであり、そのために漁船に近いフォルムであった。大改装の際、上級客室へのベランダ設置のため、 救命艇を大型化して数を減らすこととなり、この際両側各一艇がテンダーボートの役割を兼ねるため、両船とも日本岸のテンダーボートとしての任務を離れた。救命艇はこの際廃船となったが、朝薙、夕薙は売却されることとなった。その後、朝薙は関東周辺を中心に、 宴会遊覧船事業を営むベルクルーズに買い取られた。銅船は遊覧船、ユ・ミ・ン・アルファニに改装されて、熱海での遊覧船事業に使用された。その後後継船、ユ・ミン・ジャックの登場により、大洗に移籍し、遊覧船、ユ・ミン・パイレーツとして引き続き使用されている。一方の、ユーナギは、築地側に留置されている。ありがとうございます。